カバーシリーズ。あの時たくさんのわがままを言いました。尖った文字をぶつけました。ごめんなさいの後ろには嫌いになった自分がいました。耳元から聞こえる優しい声を今すぐ感じたいのに、恋しいわいは切なくて、愛しいは苦しくて、親しいは遠くて届かなくて、会いたくて、今にも今にも砕けてしまいそうで、怖くて怖くて泣きました。あら、まあこんなもんです。